もしもし、ありがとう、本当に。で、スピーカーにするね。いい？はい、今からじゃあスピーカーにしたいと思います。はい、じゃあ自己紹介をどうぞ。ねえ、おもろいな、ナナミ。はい、ということで ということで、今日の配信のメンバーのところは、大塚ななみさんに来ていただきました。イェーイ、担々麺さん。 なんか、ありがとうすごい、こちらこそありがとう、いきなりで申し訳なかったけど。ありがとう。なんかさ、最近のもう生誕祭以来全然会えてないなと思って、いや、わかる。話したいなごと思っめんてね。頼みました。全然。いや、ありがイェとう。ーイ、みんなが大好きマナなです。ななみが来てくださいました。イいや、嬉ェーイ。しい。私今配信見てたよ。え、本当？ 見見ててるた見の？てた。今も見てるの？見てる見てる。嘘。でも、なんかね、ななみのファンの方が星を投げてくださってるみたいで、担々麺さんからのプレゼントですって。みんな、そうだよ、みんな。みんな星投げて。ありがとう。嬉しい、いやいななや、み。す本ご当いに。よ、朝から。優しい。でもびっくりじゃない？マナがさ、こんな朝からできると思ってないでしょ、絶対。みんなも。いやいや、本当だよ。よく起きてんな。わ かる？もうびっくりよだもん。く自起き分でてもんびっな。くり。こんな配信できると思わなかった。わかる。スケジュールとかさ、難しいじゃん、組むの。めっちゃむずすい。ごいよね。私も超無む理だずい。もん。難しかった。ななみもやってたもんね、ビスでね。そうそうそう。すごかった。スケジュール難しいよね。もう難しくて、もう何回もな、ファンの人に、なんかチェックされて、ここ間違ってるよって い言っや、てわもからっる。て、そう、直して頼った。ちゃうよね。嬉しい、みんなありがとう。でも、ななみいはね、やいやいや。もうオーディションの時からね、そなんれか、ね。オーディシ結構ョン初は、期からさ、なんか、同い年っていうのもあって、めっちゃ話してるよね、ずっそうと。そう、ななみ。でもなんか、ファンの方、もしか、あんまりさ、公演とかも一緒にならないからさ、写真載せるときとかあんまりないから、珍しいとか思われてそうだけどね。でも結構どうだ喋よね、るよ公ね。園ね。喋るそう。し。い楽屋とかでめっちゃ喋る。や、そうなんだよ。写真、そういえばさ、あんま撮んないよね、そう。私たなんち。かまだメンバーとさ、あんまりなんか撮らないんだよね。確かに。いなんかや、わずっとかる。喋ってるから。だから、あんまそ私たちのう。イメージないかもね。確かに。ないかな、みんな。どうですそうかか？もしマんナない。とナナミのペア、どうですか？ なんかさ、マナとナナミのペアのさ、名前なんかないのかな？言われてるやつ。ああ、ま、でも、いや、もうそなんれはか、マナナミマナナダサミなんよくね、なダサい？くちょっとマナナミダサくない？ない？マナナミなんかダサいんだけど。なんかね。ダサいな。考えてもらうち、ファンの考人えてに。ください、皆さん。マナあ、とマナナナミミ。はマナミ。マナミね、誰？ 誰っていう感じじゃん、もう、マナミって。マナミいいじゃん。マナナミはちょっとね、ダサいよね。マナナミダサいね。マナナミダサい。マちょっとナマナミ、ミいいわ。マナミってみんな言ってるね。じゃあ今度からじゃあ、マナとナナミのペアの名前は、マナミでいきたいと思います。よろしくお願いします、皆さん。なんか、ナナミともしかしたら、なんかこれから、いつかあったりしたら、マナミって言ってください。マナミね。よろしく今お願日でいし命ます。名マナミ。はい、今日で命名はまなみといたしたい、いたしたいと、いたします。いや、今日さ、いきなり、そめっちゃ誘ってくれたじゃん。う。嬉しくてさ、こ私ちさ、らこ5秒そ。くらいで返信したよね。めっちゃ早かった。 なんでかしょ？送ってる記時録残に、こう1個送って、その後さ、スタンプかなんか送ったじゃん。そのる。スタンプ選んでる時に既読ついて、確か早っと思って。 嬉しかった。しかったから。ありがとうございます、初め皆てさじゃん、こういう。あと初めてじゃん、ショールームとかで、こうやってそうだ話すね。確かに、コラボ配信とかもしたことないもんね。の。そうそうそういつそう。かしようよ、マナしミようで。ね。マナミ、マ ナミマナで。ミでしようね。 いや、マナいいのじさ、ゃ昨日の、ん。5時が面白ねすぎて、え。 ツイッターマのやつジで笑っしょ、た、あれ。西方普菜々通子に、さん。爆笑しちゃった。終いや、わいっや、てる、面気づ白かすなぎかって。た。マナ菜々子さんに言われてから気づいて。
西方さん確かに似てますけど、そう似てて、しかも2文字じゃん、西村さんと西方さんだから全然分かんなくて、いやいや面白すぎるでしょあれありがとうございます、それはそれは、ありがとう、みんなも星投げとか。わあ、ななみのファンの方はやっぱり優しいね、お尻にいるって言うじゃん。いやいや優しい方ばっかり、嬉しい、ありがとう、みんなさん、私さっき配信しててさ、個人配信してて、うん、あ、そうなんだ、うんうんうん、星、うん、なんかマナーのために貯めといてって、うん、この人本当に優しいんです皆さん。いやいや、みんな分かってると思うけど、嬉しかったの、誘ってくれたのが、嬉しい、感動的ですこれは。いやいやいや、たぶんさ、ねね、ななみのファンの方がさ、お尻に似て滑りますって言われたんだけど、やめて、そこで言われてるよ確かにななみなんか滑りゲーみたいな感じのところ、いやいや、滑りゲーとかやめてあるよね、なんかね、だってなんかさ、コンサートの時さ、新しい新ギャグとかあったじゃん、なんだっけ、なんか七味みたいな、やめて、覚えないあれどうだったの、あのさ、空気的には、笑ってた、みんな、いや、もう怖くて見れなかったから私でもあの大きいとこでさ、よくできるなってすごいと思う本当に素晴らしい本当すごいでしょ、うん、本当にすごいよあなた、頑張りました、うん、滑っちゃったんだから、しかも配信でもさ見てるじゃん、うん、そうなんだ、ね、しかも偉い方とかも絶対見てるじゃん画面閉じただろうなつらそれはつらいわ、あ、ななみちゃん本当にありがとうございます、後日挨拶に行きます、おしゃべり会で、だってマナのファンの方が、え、嬉しい、あら、釣られないでくださいね皆さん釣られはしないように、嬉しいわ、まあ嬉しいな、ななみと、でも電話も久しぶり、うん、公園あんま、え、そう、サメカツナだもんね、ななみ、そうそうそう、サメカツナとマナヒナで一つずつ、あ、違う、ハルカ村か、ハルカ村で、なんかなかなか組み合わせないよね、組み合わさ、うん、あんまりないよね、マナヒナと、でもマナヒナ公演さ、うん、めっちゃ好きでさ、見てる、嬉しい、マナもハルカメラめっちゃ好きで見てるねえ、それほんとに、え、ほんと元気、この前のね、じゃこの前のあれ面白かった、 SML みたいな、ドエドエム、え、ほんとに見てくれてんじゃん、え、見てるよマナ、ほんとにやばいよ、だってさ、そうだよ生誕祭、そうだよ生誕祭、マナハルカメラ普通に好きだからはるか村に、もうさ、うん、びっくりしたから私嘘かと思ったまさかの、うん、まさかのだよね、だってなんかさ、生誕祭決まる前になんかそういう匂わせもしなかったじゃん、はるか村選ぶねみたいな、そう、多分マネージャーさんからさ、いきなり言われたでしょ、うん、言われそう、マネージャーさんから言われた、そう、え、まだ、いや嬉しかった、めっちゃ、ね、そう、まさかのですよね、皆さん的にも、あのチャンスは劇出てくれたもんね、うん、え、そうだよ、でも声だけだけどすごい棒読みになった、いやいや全然面白かったもん本当ですか、あれ最高だった、うん、でもあれさ、考えてるのって春なんだよ、ね、そう、全部春で、すごいね、春すごくない、うん、毎回台本を書いてさ、ね、でもななみっていつもさ、人じゃないんでしょ、え、そうだよ、よくよく知ってくれてる、ね、え、なんか言ってたよね、はるか村か どこかの、そう、人じゃないのね、かわいそういやいやいや、出、ね、たいって思います、え、お、思いますお、お、お、思います、いつかね、はい、出てもらおう、ね、はるか村楽しいですよ、でもとてもね、面白いよね、でも私もめっちゃ好き、うん、ね、楽曲もめっちゃいい、え、わかるわかる、うん、そうなんだよ、かわいらしいもので、春ってほんとすごいよなって毎回思ってるね、わかる、なんか春いないとこで春めっちゃ褒めてるけど、わかる、喜ぶ春、うん、ありがとうございます、皆さん欲しい、あー縮まりました、ありがとう皆さん、いやいいですね、ありがとう、ななみもありがとうございます、いや私は全然なんだけど、よかった、嬉しい、出れて、ありがとう、こちらこそ、マナちゃん、ななみちゃんの初期のポーズしてもらえますか、待って待って、初期のポーズってなんだよ、オーディションのあれじゃない、まあ、ドマドセンターで、ドセンターか、あー、くまたま、ありがとうございます、嬉しい、嬉しい、ありがとうございます、私のポーズこうやってこうやってやってる時に、私今配信見てるからさ、ちょっと遅れてくんのよ、うんうんうん、ポーズしてるのよこうやって
あの絵描くのでぜひ次も見に来てください。ありがとうございます。嬉しい。ちょっと絵描くためにスクショさせてください。あ、絵ね。そう、前回のイベントの時描いてた。あ、本当？なんかさ、絵描く、絵描いてるとさ、だんだん上手くなってくる。わかる、わかる、わかる。え、でも並みに関してはおいどうでしょうか。いやいや、だんだんひどくなってってない？大丈夫？結構マナー下手だよ。お互い様、これもしかして。お互い様。お互い様でした、皆さん。これは絵に関して、はい、バレてました。ちょっと隠れてたんだよね。わかる。昨日以外誰も描けないから。わかる。なんか地味にみんな絵下手くそだよね。そうそうそう、地味に下手。そう。でもグーを抜いて並みじゃないですか。でも並みはなんか愛くるしい絵を描くんですよ。わかるかな、みんな。わかるわ。なんか愛くるしい、自分で言わないで、それは。そこは言わんといて。でも愛くるしいの。なんかでも本当にまだななみのことをなんか愛おしいって思うことがめっちゃあって。え、本当？そう、なんか緊張してる時とか、なんか不安そうにしてる時とか、すごい愛おしいの。なんかさ、マナって、うん、いい意味でさ、いつもなんか緊張してないっていうか、ドーンってドーン。確かに。それがすごい。あ、時間らしい。じゃあ最後にマナの大好きな、そうだ、あのギャグを言ってくれますか？お願いします。タイヤだけど、はい、これラーメン、私。はい、ということで皆さんありがとうございました。26分ということで、じゃあ次ちょっと壇上を読みたいと思うので、次見に来てください。ありがとう、またね。ありがとうね、ななみの推しの皆さんもありがとうございました。